赤石市内の商業畜魚の棚で販売されるアカシダコ。アカシダコは、アカシ海峡、または、兵庫県のアカシ沖の海で採れるマダコ。この海域は海底に起伏があり、岩場や砂場が多く、エビやかに、貝類など良質なイサも豊富で、激しい潮流に揉まれて生育し、兵庫県の地域ブランドである、弾力ある歯ごたえとうまみが特徴。捕獲量は、 日本一で毎年薬船トンが水揚げされる。赤シダコは6月の8月に旬となり、梅雨明けの毎年7、8月頃に、漁は最盛期を迎え、年間漁獲量のほぼ半分を占める初夏の日差しに漁師が麦わら帽子をかぶって漁に出かける期間で、麦わらだことも呼ばれ、足が太く短く、陸でも立って歩くほど力が強い。しかし、寒さに弱く、 例外による水温低下などによる絶滅や大きな減少と関係者による移入や増殖による再生を繰り返している。タコツボの並ぶアカシシフタミの漁港アカシ海峡では2000年以上前にイイダコを捕獲していたタコツボが発見され古代よりタコ漁が行われていたことがわかる。マダコ漁については弥生時代から現代までほとんどが 底引き網による漁やタコツボを使用し一本釣り漁もあるが、その形態に大きな変化がなく、食習慣も同様である。江戸時代の産業図鑑、日本三回目三杖では、タコ漁は、赤四国と高砂が有名であると記載し、高砂では赤西のカラシ用のイイダコ漁であり、マダコ漁では赤市が、江戸時代から全国的に有名だったことがわかる。 1963年の38例外による被害で海水温は4度まで低下し、赤シダコはほぼ絶滅し、水産業が大きな打撃を受けた。多くの漁業者が出稼ぎし、海苔養殖を始めるきっかけとなった。そのため、兵庫県や漁業関係者などが、熊本県の天草地方や長崎県の五島列島から放乱した親ダコを購入して、放流し再生させた。 だが、このために、タコの味が変化したとの意見がある。その後も1983年、1996年にもタコが減少し、記録的不良で、小ちタコを選別し海に戻し放流し増殖させた。これで1000トン台に回復した。だが、2016年以降は、再び700トン台まで低迷している。さらに、2017年の海水温低下の影響と、 見られる2018年に、タコの減少が再来し、ピークの7、8月の漁獲量は漁場に、最も近いところでは、通常の5分の1の200トン程度になり、全体漁獲量でも4割しかなく、東張馬底引きも漁業協議会により、増殖策として9月下旬から10月にかけて計約440キロの小ちタコ放流が実施された。赤石市は12月から、 ふるさと納税制度のメニューに、水産資源保護を追加し、寄付金で産卵用のタコツボの追加投入や、生育の場所となる漁場の設置に使用し、釣り客への乱獲停止の啓発パンフレットも作る。その前段に、赤市と市漁業組合連合会は、緊急対策として、11月27日には産卵用のタコツボ100個を、赤市三崎町の赤市浦漁港沖に投了した。 赤石市の卵焼きは全国的には赤石焼きの名称で知られる江戸時代に関東地方ではタコは好まれなかったが大阪を中心とした関西地方ではタコは非常に人気があった赤石ダコブランドの確立時期は明確ではない昭和初年に大阪で生まれたタコ焼きと赤石焼きが混成して広まり定着する中で赤石ダコも有名になったという説がある アカシダコのブランド定義は曖昧で、どこからどこまでの魚場で採れたものがアカシダコなのか明確になっておらず、現状ではアカシ市以外で水揚げされたタコもアカシダコとして流通している。関西地方ではハンゲ、少にハンゲダコというタコを食べる風習があり、これはタコのように大地に吸い付き、タコ足のように稲の広がるのを祝う縁起であり、アカシダコも 大きな需要となっている。明石市内では、明石半下。小津タコ祭り月間として、魚の棚商店街の店舗を中心に、明石タコにちなんだ特別メニューの刺身や定食、天ぷらのほかピザにタコ型のクッキーやケーキにも広げて、明石タコを広めている。明石焼き、タコ飯、タコ店をはじめとした、名物料理がある。明石焼きは、2016年12月4日に、 B-1 グランプリで優勝した。かつて運行していた赤市淡路フェリーの朝し大丸、ありがとうございます。